前回、畑を作って、真面目な献身を達成したわけですけども、こんなコメントもあったことだし、シンクラのクリア条件を発表します。え、ハエ討伐したら終わりじゃないの？ハエ討伐程度で真のクラフターにはなれんでしょ。てなわけで、全進曲達成するとこのシリーズは終了になります。なるほどな。全進曲達成するまで、もうしばらくお付き合いください。まずやっていくのはゾンビドクター。弱体ポーション投げつけて、金リンゴをあげればいいやつだね。ただ村人ゾンビも普通のゾンビみたいに、ブロック破壊してくるからどうなるかわからないね。普通に捕まえるってのは難しそうね。普通に捕まえるのが難しいなら、戦いの中で治療を済ませればいいのでは、と思ったんで戦いの地に来ました。起きたらヤバそうな穴とかは塞いでおこうね。夜の間、寝ないで過ごすのって初めてじゃない？そういえば初めてだな。初日からちゃんと夜には寝てたからな。いよいよ夜だね。お、早速スケルトンが湧いてんな。地形が平らなのもあって、弓だけでなんとかなりそうな気がするぞこれ。そもそもフル装備整えてるから、あんまり怖くないでしょ。そうね。洞窟の時と違って、壁から突然ゾンビが出てきたりすることはないし、動ける場所が広いから、変な事故が起こることも少ないんだよな。そんでやっぱり弓は強いね。戦闘にならないもんね。じゃああとは村人ゾンビが湧くのを待つだけだな。とはいえ、モブと戦う場面はシンクラモードのメインコンテンツ、村人ゾンビが出てくるまでカットするというのはどうなんだ。知らんがな。盾を持ったエリートスケルトンくらいしか戦闘に発展しないんだよね。というわけで3分後、野生の村人ゾンビを発見しました。やっと出たか。あとはあいつにポーションとリンゴをあげて、治るまで一緒にいればいいってわけだな。帽子かぶってるから、治療が朝までかかっても安心だね。うるさ、ゾンビの治療音してこんなにうるさかったっけか。とりあえず音量を半分にするべ。あとは治るまで一緒にいればいいだけ？そうなるね。ただ追いかけてくるのから逃げつつ、新しくは得たモブに対処しなきゃならんから、さっきまでに比べると難易度がだいぶ高くなったぞ。逃げた先にクリーパーなんかがいたらもう最悪だね。まあブロックで囲んでも壊されちゃうから、このままやるしかないんじゃないかな。ターゲットがなくなる程度まで離れたらいいのでは？あ、まずいですよ。ああ。これ思ったより面倒だぞ。まあその後、水に入れれば何もできないことを思い出して、普通に捕獲したんですけどね。ゾンビは水に弱い。てなわけで、ゾンビドクター達成。せっかくなので、拠点まで連れて帰ることにします。村人が食料を変更できるようになって、取引内容の厳選とかが楽になったらしいし。はぁ？地下からゾンビ出てきたー。やっべ、このままだと、せっかく助けた村人がー。と思ったけど、こいつら僕しか見てないな。ふぅ。まるでゾンビ映画のワンシーンみたいだったね。あの登場の仕方は心臓に悪い。ってことで拠点に村人のお家ができました。あまりにも貧相すぎる。エンドに行くためにエンパを作ってもらおう、と思ってたんだけど、聖職者のエンパ取引って確定じゃないらしくて。あ、ない。なんとも使えない村人になってしまった。ってことで次は、ファントム関連の進捗を狙っていくぞ。2体同時にファントムを倒す、そんな進捗があるのね。3日以上寝てないと出現するから、それまでの間にまだやってない進捗をやっておこうかな。ガストをネザーから連れてきて倒すの？面倒そうな進捗もあるんだね。まあこれ、ガストを通常世界で倒せば達成されるんだけどね。ちなみにシンクラの世界では、ハスクがスポーンすると一定確率でガストに変化するから、砂漠の近くで夜を過ごせば勝手に達成されるはず。もしかしてシンクラって、イカでいたパックだった？羊を食べてたやつがいたぞ。さっきまで動いてた骨で喜ぶ犬。あいつちょろいな。ガストは、出ませんでした。でも2匹ずつの進捗が進んだぞ。これはまだ先が長いね。一般ミツバチを発見しました。こいつ、大きすぎてびっくりするんだよな。ミツバチは関連進捗が多いね。新しい要素は進捗が多いんだよね。お、蜜がいっぱいついてる。面白い挙動するな。これはすごとも聞かえれば、拠点で買えるってことなのかな。シルクタッチで壊せって進捗に書いてあるし、やってみるか。蜂が入った巣をアイテムにするのってなんか不思議な感覚だね。これで中に3匹入った状態だと進捗達成するのかな。とりあえず夜をやり過ごさないと。蜘蛛の毒がやってクリーパーもいるのかよ。危ない危ない。クリーパーが接近するまで見えないのやばいな。
直撃したら終わっちゃうからねー。ってことで夜をやり過ごして次の日。さっきのとは別の巣があったぞ。おお。あとは3匹入れて回収だーね。ふむ。どうやら蜂は、夜になると近くの巣に帰るらしいぞ。ということは、この別の巣にいる蜂を、誘導してあげれば良さそうだな。でこっちは壊しちゃおう。まるで地上げだな。こいつら花を食べるのか。2匹ずつの進捗が進むぜ。子供のサイズ感、ちょうどいいね。ってことでこれで完全な引っ越しが、あれ？子供が巣に入らないぞ。もしかしてもう3匹入ってて満員ってことかな。そういうことみたいだね。子供を一人放置するのはかわいそうなんで、一緒に巣に入れてあげようね。ってな感じで3日目の夜も無事に過ごしたぞ。ガストは？出なかったけど。悲しいね。ハチくんはここら辺で過ごしてもらおう。ちゃんと花も植えて、これで完璧っすね。村人くんを家に2つも蜂の巣ができててかわいそう。現実だったらめっちゃ怖いな。さてさて、3日経ったということは、いよいよファントムタイムだね。クロスボウで2体同時に倒さないといけないから、何回か練習が必要だろうな。お、こんな感じで湧くんだな。あ、しまった。クロスボウのダメージとファントムの体力を知らないぞ。何発当てればいいのかわからん。まあやってるうちに感覚でつかめるでしょ。そもそもクロスボウを使い慣れてないけどね。準備がガバガバすぎる。これ、めっちゃ難しいぞ。そりゃそうよ。3体はいたうちのどれが、どのくらい体力削れているのかがわからない。そもそもファントムの挙動知らないしな。慣れていくしかないな。ガスト出た？やっと来たね。不安な同盟達成だぜ。不安も何も、同盟結んでないと思うんだけど。あいつが勝手に出てきて倒されただけなんだよな。となると残りはこいつらだな。まずは2体同時に当てる練習よ。おう。クロスボウって思ってるより下に放たれるから。少し上の方向を狙った方が良さげだな。ほう。そんで同じくらいのタイミングで攻撃を受ければ、攻撃した後の飛翔から攻撃までを、2体とも近い場所で行うから、これでまた同時に攻撃することができるってわけだな。この進捗、結構面倒だね。見た目より難しいしな。ファントムの行動パターンが単純だから、慣れていけばなんとかなるだろ、と思ったけど、地上の敵を処理しつつだから、これは大変っすね。しかももうすぐ朝じゃん。そう、雲に攻撃が当たらん。というか、もうすぐ朝ってことは、地上のモブが湧かなくなってから戦えばいいのでは？ああ、スケルトンがファントムを倒しやがった。2発当てた後のファントムが倒されたってことは、3発目で倒せる体力してるってことかな？そして数時間後。あ、ファントム燃えてるじゃん。嘘だろお前、日光で燃えるタイプのモブだったのかよ。まあ、ファントムって名前だしねー。しかも炎症ダメージで行動パターンが変わるから、これは夜のうちにやりきらないとダメなやつなんだな。あとは条件次第だな。2体だけ無傷で残して、3発目を同時に当てれば進捗達成よ。お、2体だけじゃん。これはラッキー。あとは3発目を同時に当てるだけだな。まず1発。夜になったばっかだから、他の敵が少なくてやりやすいぞ。とりあえず2発目を両方に入れておこう。いやー、順調すぎて手が震えてきたね。まずは2体の位置調整からしっかりやろう。両方の攻撃を受けて。ちょっと受けるのが早かったんでは。まあ大丈夫。同じくらいの位置で2体目の攻撃も受けて、あとは僕が、2体同時に迫ってくるような位置取りをすれば、よしよし、これで位置調整完了。あやば、雲が来てるよ。邪魔するんは。あっぶねえ、ファントムに耳を打つところだった。ギリセーフだったね。とりあえず、もっかい位置調整しなければ。お、いい感じに、2体揃うんでは？あれ、思ってたのと、いやここだ。やったー。一石二鳥、達成だー。いやー、長かったねー。面倒そうな進捗も達成したし、今回はこの辺で終わりにするかな。それじゃあ、まったねー。